皆さんこんばんは。我々ですね、地元の方から来まして、今回で2回目の参加になっております。地元の方で大体月1回鶴縄市の方でイベントやっておりますので、こちらの方もしお時間の方があれば皆さんで来て地元温泉の情緒を楽しみながら、また我々の参加の念仏踊りを見ていってくれるようお願い申し上げます。では、すみません。